ちは、さくらんのはんです。本日私はフロリダ州のマイアミ空港に来ております。昨日夜行便でロサンゼルスからマイアミまで乗務してきまして、で朝9時頃にマイアミに到着して、日中およそ8時間ぐらいかな、ホテルで仮眠を取りまして、仮眠、まあ普通にお休みを取りまして、で今また再びフライトでここマイアミからロサンゼルスに帰るので空港に来てます。で今日はもうこのマイアミ空港の名物、ラカルタというレストランの紹介をさせていただければと思います。紹介と言いましても、まあ本当に食べ物買うだけなんですけどいつもマイアミ来たら絶対何かしらの食べ物は買うんですね。でこのラカレタっていうレストランが空港の中に入っていまして、レストラン部分と横にちっちゃいテイクアウトのコーヒー屋さん、ラカレタのコーヒー屋さんがついてまして、いつもだいたいコーヒー屋さんでコーヒーと、あとなんかこのエンパナーダっていうパンみたいなのを買うんですね。パイだ、パイ、パイで、まあそれを買うんですが、今日はレストランの方でちょっとお食事を買いたいなと思いまして、動画を回しております。今まではレストランの方1回立ち寄ったことがあるんですね。スープをその時は買ったのかな、なんかすごいお腹が空いてて、けどその時もちょっと印象的なフライトの後だったので、スープの味全く覚えてなくてですね、なのでまあ今日は満を持してちゃんとご飯を買いに行こうっていう風な感じになっております。このレストランはキューバン料理のレストランでして、マイアミはキューバのご飯がすごく多いんです。レストランだったり文化だったり、もう本当にキューバの色がすごい強くてですね、でここももう昔からあるレストランで、それがたまたま空港内に出店しているっていう風な感じになります。今日の私の流れとしましては、今実は他のクルーより30分ほど早く空港に来たんですね。本当はクルー全員で7時半にホテルのロビーに集合で、そこからシャトルバスに乗って空港に来るっていう風な感じだったんですが、まあ、私食べ物買いたかったんで、2本早いシャトルバスになりました。十分にご飯を買う時間もあるかなと思います。でご飯を買って、ちょっと、まあ、小腹満たしでサクサクっと食べてから、フライトの準備をしにゲートに行きたいと思います。というわけで、とりあえずゲットしました、ロパビエハっていうキューバの伝統料理です事前にネットでメニューをチェックしてですね、これが一番上にあったのでこれにしましたであとはパンと、そんな感じですね。でもここに来たらコーヒーをゲットしなきゃいけないので、とりあえず今からこちらですね、横についてあ、すごいガラガラだ、いつも長蛇の列なのに、いやそっちに行きたいと思います。はい、 Are these croquettes? Can I get one croquette? Yes. Are these sweet? Are they not? Okay. Can I actually get spinach cheese empanadas? Can I get café con leche? こちらで待ちます。この立って飲むスタイルが主流みたい。受け取りました。ミディアムのカフェコンレッチェ、コーヒーと牛乳ですね、まあ、キューバのラテみたいな感じかな。コーヒー牛乳とは違ってかなりコーヒーが濃いので、いい眠気覚ましになります。それでは開封していきたいと思います。はい、こちらです。どうですか、ご飯、あと多分サイドメニューのチキンかな、これがちょっとぐちゃっともなってるんですが、ロパビエハです。ではいただきます。というわけでですね、緊急事態といいますか発生してですね、先ほどお食事の紹介をした後に時間がもうそれほどないことに気づいてですね、
一口も食べずに、とりあえず全部しまってそのまま飛行機に行って準備をしてたんですね。じゃあもうあっという間にテイクオフしてしまって、で機内でもそれほど食べる気が起きず、なんとあれから6時間ほど経ちました。ただいま現在、こちらは深夜の1時半で、私は今クラッシュパッドにそろそろ寝ようかというところであります。まあけどお腹が空いたんで早速例のブツを試食していきたいと思います。ロパビエハはキューバの伝統料理でして、日本語に訳すと牛すじの煮込みらしいです。機内でもお腹空いてたんですが、それほどこのなんていうのか、ずっと今も手袋も履いてますしマスクもつけてるので、なんか食べるのがめんどくさいんですよね。いちいち全部外してってなるんで、なので全然食べてなくてですね。でフライトがマイアミからロサンゼルスまで、今日はめちゃくちゃ時間が長くて5時間ぐらいで、その間これは食べずにいたので、なのでもう本当に腹ペコグーって感じ、本当にお腹すきました。よし、じゃあいただきます。はい、うん、おいしい。それほど味が濃くないです。でこの野菜も全部クタクタになるまで煮込んでるので一体感があって美味しい。味がそんな濃くないのがいい。なんか見た目すごい濃そうなんですけど濃くなくて美味しいです。このご飯もピラフかな。ご飯はですね3種類用意されてまして、白か黒系のご飯か、あとはこの黄色いご飯がありました。なんか黄色美味しそうだったんで黄色にしました。いただきます。これは味がすごいしっかりしてます。めっちゃしっかり、しょっぱさとあとコンソメみたいな、なんかブイヨン系の味がすごいして、匂いがなんかすごい香辛料というかスパイスの匂いがします。美味しい。好き嫌いが結構分かれるかも。めっちゃ美味しいです、この匂いがいい。あとは入ってるのはサイドメニューですね。サイドメニューはこれともう一個あって、これなんだろう、なんかチキンソテーみたいなやつかな。いただきます。ん、美味しいけど甘い。チキンじゃないですね、野菜。あ、はいはいはい、これ食用バナナです。多分ソテーされた食用バナナだと思います。なんか食べた瞬間甘くて、このホクホク系な感じです。ほー、こうやって食用バナナ食べるんですね。美味しい。日本で言うとかぼちゃみたいな感じです。こう甘いけどしっかりおかずみたいな、美味しいです。じゃあちょっとまあ夜も遅いんですが、もうめっちゃお腹空いてるので、とりあえずこれを食べてお風呂に入って寝たいと思います。この動画がもし面白ければいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。それでは開封し